家から会社、会社から出先へ、どんな時だって自分の好きなペースで癒されたい。心地よい空間で最高のひととき。明日からもっと輝ける。いつだって自分らしく。ホググ。太鼓式はだいたい全身まんべんなく行えるのが90分以上おすすめしていて、でそれこそ本当にお疲れの強い箇所多めにっていう感じで全身まんべんなくだと120分ぐらいあったらありがたいなとは。初めてやられる場所とかだとお客さんいますよね。そうかもしれないですね。あまりこう味わったことのない感覚でこうみたいな。確かにちょっとくすぐってか。すごく浮遊感だったりとか体を任せる安心感っていうのが強くって、気づいたら脱力してすごく深いところまで癒していただきました。結構私の周りセラピストさんでホググをやってるセラピストさんがいて、そういう出張のアプリから登録できるマッサージがあるんだなっていう感じで知りました。知った時は結構もう3年前ぐらいだったんですけど、その頃はもう業務委託のサロンで働いていたので、そういうのがあるんだなっていうのを知っていただけだったんですけど、尊敬してるセラピストさんがこれすごくいいよって紹介してくださって、そこでやっと、登録しました。もう全然難しくなくて、技術審査も担当してくださった方がすっごく明るくフレンドリーな方で、ちょっと緊張していったんですけど、すごい気さくな方だったので、審査自体もすぐに終わりましたし、その後の登録も画面の通りに進んでいけば登録できるような感じだったので、何も迷うことなく進められました。いや、迷うところもなくって、っていうのもそのホググセラピストっていう LINE のアカウント登録しているんですけど、そこの困ったところとかなんか質問がある時にもうすぐにメニューから開いて飛んで、でちょっと分かんないとこあったらそこから見て、で解決できるような仕組みがあったりしたので、全然迷うことなく何も質問することがないぐらいもうそのページに助けられていますし、あとなんか初めて稼働入った時にその後すぐホググの運営の方から初めての稼働いかがでしたかってメッセージを個人的にいただいて、セラピスト一人一人に寄り添ってくださるのがありがたいなっていうふうに感じました。稼働する前、正直そのお客様のプライベート空間に入ることへの不安とか、そもそもそこにたどり着けるかなとか、そういった不安もあったんですけれども、1、2回やって、あ、こういう感じかっていうのを分かって、もうそこからは特に大丈夫でしたね。お仕事とお仕事の合間とか、今セラピストとピラティスのインストラクターっていう2つお仕事してるので、時間単位で何時からの予約が入ったら、例えばピラティスの仕事して、で例えばそれが午前だったら午後からセラピストみたいな働き方をしてるんですけど、まあ、午前何もすることがないなという時とかに開けたり、スケジュール開けたり、そのような感じで、今はそこまで稼働はできてないんですけど、合間の時間に入れさせていただいているような感じです。時間のその効率が良くなったなというのは感じます。今までピラティスのお仕事とセラピストのお仕事、いろいろなところでやらせていただいてたんですけど、そこの隙間時間を縫ってホググでやらせていただけるようになったので、効率が良くなったなっていうのは感じます。
もうとにかくアプリの登録とか、あともうホググの運営さんの対応がすごく親切だなっていうところが一番で、あとはもうスケジュールを自分の好きな時間で、空いた時間で開けられるところ、あとはそのお客様からリクエスト来た時に場所とか受け入れが難しいっていう場合はお断りすることもできるっていうのは、セラピストからのお仕事をするにあたってはすごく使いやすいなっていうふうに感じます。とにかくお客様のプライベート空間にお邪魔させていただくので、お客様が緊張しないような接客っていうのは心がけています。あとはお客様のご自宅を汚さないように、そういった衛生面での気遣いだったりとか、感染症とかもそういったことへの気遣いっていうことも徹底するようにしています。知らない土地に行くことが私はすごく好きで、前々からそういうのが趣味なので、で知らない土地をお散歩しながら、あ、こういうところがあるんだとか、知ってたと思ってたところがちょっと一本外れるとこういうところあるんだとか、もうそういうのがもうそもそも楽しいです。私も登録するまでには少し時間がかかってちょっと不安なところもあったんですけど、実際やってみたらなんかこんなに素敵なお客様がいらっしゃって、セラピストとしての技術力とか人間力だったり、もうちょっと磨きをかけようみたいな、そういった向上心もホググに登録する前よりは格段に上がったかなっていうふうに感じるので、やってよかったなって本当に心から思うので、新しいことに一歩踏み出すっていうことは何事もちょっとチャレンジだとは思うんですけど、ぜひやってみていただきたいなって思います。すごくセラピストっていう人生が楽しくなります。はい、では今日よろしくお願いします。お願いします。はい、そしたら今日お疲れの箇所とか体の調子はいかがですか？はい、今日は肩と背中、腰、特に上半身が辛くて、その中でも腰が一番辛いかなって感じ。腰痛いですか？そうですね、横の方から結構鈍痛があるような感じです。なるほどなるほど。じゃあもう上半身が特にっていうことで、足とかの自覚症状はそこまでですか？そこまでですね。ちょっとお尻と太ももは少しちょっと張ってるかなっていうのはあるんですけど、うん、なるほど。じゃあお尻太ももから腰のね、痛みとかお疲れにつながってる可能性ありますよね、うん、はい、全体的にほぐさせていただくような感じで、特にその上半身のお疲れにアプローチするような施術で大丈夫ですか？お願いします。はい、かしこまりました。お怪我とか触れてほしくない箇所はございませんか？はい、です。かしこまりました、はい、では施術に入っていきますね。はい、はい、お願いします。お願いいたします。太鼓式やっていきますね。はい、何分ぐらいですか？あ、そうですね、太鼓式はだいたい全身まんべんなく行えるのが90分以上おすすめしていて、でそれこそ本当にお疲れの強い箇所多めにっていう感じで、全身まんべんなくだと120分ぐらいあったらありがたいなとは思いますね。60分だと結構ストレッチとほぐしミックスでやっていくと本当にあっという間に終わっちゃうなっていうふうにお客様も感じる方が多くて、なので最初60分で予約されてもだんだん長くなって行く方が多いかなと思います。こういろんな横向いたり、そう、そうなんですよ。腰式はいろんな体勢が、うんうんうん、そうなんですよね。大きな体勢とかってなんかこれは絶対やってほしいと、結構うつ伏せ苦手な方が多くて、でもうつ伏せでも
うつ伏せ苦手な方が多いんですけど、背中とか腰とか辛い方多いので、この体勢、横向きが結構人気ですね。普段ストレッチはされますか？自分ではほとんどしなくて、うん、そうですよね、うん、ほとんどの体の形、うん、わかります。そういう人にも対抗式はおすすめですか？うん、そうですね、特にあのデスクワークとか、うん、まあ、デスクワークじゃなくても同じ体勢でいるっていうことが多い方とかは、うん、もう全身鉄板みたいな硬さの方が多くて、やっぱり自分でやろうとしても結構もうなんか限度があると言いますか、ストレッチも、うん、なのでやっぱりこう やってもらうっていうね、リラックスもできますし、おすすめですね、そういう方には。ストレッチってこう苦しいとかきついっていう、こう昔の体育の授業みたいなそうですね、あったんですけど、はいはいはい、本当に人にやってもらうとこんなに気持ちいいんだ。そうですよね、私自身があの痛いストレッチが本当に苦手なので、うん、なのであの呼吸が結構やっぱりきついと止まっちゃうじゃないですか、うんうん、そういうストレッチはしないようには心がけてますね。そうなんですよね、やっぱあの人に触られるっていうこと自体にやっぱ緊張しちゃうっていう方はどうしてもいらっしゃるので、いかにリラックスしてもらえるかっていうのは日々なんか探求というか、触り方一つとってもね、研究のしがいがあるなっていう感じですよね。力入れることに慣れすぎて、力を抜くってどうやってやるんだろうみたいな。でも太鼓式とかって自分よりも大きいお客様がここじゃないですか、うん、はいはい、大変な時とかないですか？あ、でも最初やり始めたばっかりの時は大変だったんですけど、うん、なんかもう体幹をいかに使うかっていうところなので、足とか持ち上げる時も手で上げるというよりかはなんか腹筋を使ってというか、そういう感じなので意外と大丈夫ですね。結構あのお客様が気を使ってくださったりはしますけれども、大丈夫ですっていう感じで、二人でやるヨガとも言われるので、なんかこちらもなんかあの聞いてたりとかするシリもあるので、うん、お互いになのでこっちも気持ちいいですみたいな時もあります。頭めちゃめちゃ気持ちいいです。よかったです。硬いですよね、頭。やりがいあります結構でも本当頭の無意識に力が入ると言いますか、それこそあの施術してて食いしばったりとかってありませんか？うんうん、あります。あと体の中を触るときってこう目で見ないで頭で感じるというか、なんかはい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 、そうですね、じゃなくて手先に集中する、うん、そうですね、こう頭を使うっていうか、ですけど感じないとっていう、確かに感覚に集中するっていうのはありますよね、確かに。シルエットのお客さんも多いですね。すごいふわふわで寝心地がいいんだろうなとは思います。体幹がその分必要ですよねやる側は。そうなんです。
でも柔らかいですね、お体。関節が柔らかいのか。はいはい。場所によって、うん、ありますよね。痛いですか？聞きますよね。私は足の施術すごく好きなんです、ね。わかります。いいですよね。あの面が広いから、なんだろう、ピンポイントでグサグサっていう感じじゃないので。奥の方までズドンと。いいですよね。わかります。太鼓式ならではというか。そうなんですよね。もみほぐしでもやられる方ももちろんなんですけど。うんうんうん、すべて預ける感じがマットだからっていうのもありますよね、うん、
初めてやられる場所とかだとお客さんいますよねそうかもしれないですね。あまりこう、うん、味わったことのない感覚でこうみたいな確かにちょっとくすぐっていうかびっくり。そうですね、確かに。太もものあたりは結構張ってる方が多いので、張ってるところに突然こう手が来ると行くみたいになってますよね。慣れてくるとね、全然そうなんですよね、うん、私の手首を掴んで寄せて、はい、ご自身のおへそを見てください。頭の後ろで両手を組んでください。一度吸って吐いて、伸ばします。目側も伸ばします。息を吸って吐いて、一度吸って見て、はい、では両手戻して後ろに伸ばします、はい、私の手首を軽く握っていただいて、肩の力を軽くして息を吸って吐いて、一度吸って吐いて、腕で一度下ろしますね。はい、では後ろに倒れてきます。はい、では両手バンザイしていきます。胸の前で手を組んでください。柔らかいですね、すごい。はい、一度起き上がって足を反対に組み替えていただいて、はい、もう一度前に前屈します。ゆっくり呼吸してくださいね。
こっちの方が硬い痛いですか、うん、伸びてる感じですかね、うんうんうん、はい、ゆっくりと起き上がります。最後もう一度頭の後ろで寄って組んでください。息を吸って吐いて、はい、最後深く吸って最後まで吐いていきます。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。とても気持ちよかったです。よかったです。リラックスしていただけましたかね、うん、ありがとうございます。最初施術始まる前に腰が特にっておっしゃってたと思うんですけど、うん、やっぱり腰痛が足から来る腰痛っていうのは結構多くて、足もそこまで自覚症状ないとおっしゃってたかと思うんですけど、うん、ふくらはぎから太ももから結構張りがあったので、うん、そのあたりは股関節回してストレッチをしてちょっと伸ばして血行を良くするような施術を取り入れさせていただきました、うん、はい、でお体は全体的に右側が張ってるかなっていう感じがしたんですけど、普段座る時にちょっとだけ、左側にこうちょっと傾いてるような感じがなんとなくしたんですよ。なので難しいかもしれないんですけどお尻の座骨っていう骨が両方あるんですけど、うん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 、その座骨に乗る体重のバランスが同じぐらいで座る、すごい難しいかもしれないんですけど若干左側が重い感じ、左側の方が重たいのかなってい う, う, んうん、うん、こうなりやすいかも感じがしたので、うんうん、右と左をバランスよく座骨に体重を乗せるみたいな意識をしていただくといいのかなっていうふうに感じました、はい、ありがとうございます、はい、なので腰、背中、肩周り、うんうん、あ、でもそうですね、首肩周りもやりがいのある感じ、はい、うん、やっぱり上半身の首はやっぱり強かったかなっていう感じはしたので、上半身メインでやらせていただいております。ありがとうございます。はい、今日はゆっくりお風呂に浸かって温まって、はい、血行を良くしてお飲み物を忘れずに飲んでください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。太鼓式マッサージはもともと私とっても受けるのが苦手な部類の施術に入るんですが、怖さもなくすごく浮遊感だったりとか体を任せる安心感っていうのが強くって、気づいたら脱力してすごく深いところまで癒していただきました。